はい、ゲームコレクターの佐々木です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、質問箱の質問に回答しようと思います。ということでこちら、佐々木さんは結婚しないんですかってことですが、いや結婚は結構してますよ。いやかなり結婚はしてると思うんですけどね。まあとりあえずちょっといろいろ調べてみたらね、あの過去のね結婚のね状況を伝える動画が見つかったので、ちょっとこちらを皆さんに見ていただこうかと思います。ということでこれはちょっとね、出会いのシーンですよね。まあちょっとお見合いっていうのかな、まあこういうね、まあこの方とのね出会いが、ちょっと出会いというか、まあお見合いでおすすめされて、こうトントン拍子にね、まあ決まってしまいましてね、まあこういうこともまああったわけですよ。まあなかなかね幸せ、あ、まあ、これがちょっとねその後のおまけの映像なんですけども、まあこんなねこともありましたよ。ね、やっぱりこうね、人生の一番こう幸せな瞬間をねこう過ごしたという、まあそんな感じですよね。まあまあそんな感じなんですけども、いや他でもね結構ほら、ドラクエなんか、ドラクエ5なんかねやるたびにね、毎回こうなんだろう、悩みながらもやっぱり最初の1回目の時にねビアンカを選んじゃったせいで、なんか次やる時にもね、PS んスーファミでやってる時にも PS2 でやる時にも DS でやる時にも全部もうね、もうビアンカ選ぶしかないっていう感じになってしまってね、ちょっとなかなかこう難しいわけですよ。まあこれがね、アドベンチャーね、恋愛アドベンチャーゲームとかでこうね分岐とかこうね書いてあって、さっとストーリーが進むんだったらこうなんかこう全部コンプリートしてやろうとなんだけど、やっぱりこうね人生をねこう長い時間をねじっくりプレイするような感じだと、やっぱ同じ人を選びがちだったりもしますよね。あと牧場物語とか、まあまあいろいろねこう、まあなんだかんだいっぱい結婚はしてますよ、はい。っていう回答を望まれての質問でいいんですかね。ちょっと不満があるようでしたらまたね質問していただければと思います。あ、ちなみにね今日のねトリビアはね、あ、ちょっと待って、その前あれだ、先ほどの結婚の状況なんですけど、これは以前、これが2021年のね5月に、ゲーマーさんの方のね、ゲームコレクターインプレッションで取り扱ったウィーニングポスト9/2021のこの記事をね、をやる時の、10時間プレイの時のね、状況です。はい、一応お伝えしております。あとトリビアなんですけど、今日のトリビアはこんな感じでね、まあ、ちょっとこの質問に合わせたね内容にしてみたのでね、皆さんね結婚、やっぱ結婚した方がいいですよ。はい。まあそんなところでね、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、作刊でした。